次は、一つ目はトランス脂肪酸です。これは大量に摂取すると動脈硬化や、筋肉細胞の変化を起こします。特に、マーガリンやファストブレッド、植物油に含まれています。次は臭素酸カリウムです。これは有毒で発がん性があります。みんな大好き山崎パンは、これは2020年3月13日から食パンに使い始めました。アスパルテームは、最も危険性を疑われている合成甘味料で、カロリーゼロやノンカロリーといった謳い文句で販売されているダイエット系のジュースやお菓子などによく使用されています。そしてこれは脳細胞を過剰に刺激し、場合によっては死に至ることがあります。次は砂糖です。これは、砂糖の取り過ぎは余分なエネルギー源となり、中性脂肪として体に蓄えられ肥満になり、高血圧や糖尿病といった生活習慣を引き起こす原因にもなったり、砂糖の消化に必要なビタミン B 群やカルシウムなどの栄養素が不足し、イラついたり、気持ちが落ち込みやすくなったり、また骨粗しょう症を引き起こす原因にもあります。また上白糖よりも、黒糖の方がいいと言われています。だから、YouTuber の気まぐれクックも黒糖を使っているのかなと納得しました。次は危険なお菓子ランキングです。一つ目はプロテインというものにトランス脂肪酸が含まれていることがあります。で、危険です。次はガムキャンディーです。さっきも説明したようにアスパルテームが、ガムやキャンディーに含まれているので危険です。コーラはカルメル色素が入ってて、みんな大好きかもしれないけど、わかんないけど、ハッピーターンはハッピーパウダーというのにグルタミン酸のクリームというのが含まれています。次はゼリーです。ゼリーには